舞姫「石炭をばはや積み果てつ中等室の机のほとりはいと静かにて死熱灯の光の晴れ釜式もいたずらなり今宵は夜ごとにここに集い来るカルタ仲間もホテルに宿りて船に残れるわよ一人のみなれば」。 いつと前のことなり死が日頃の望み足りて陽光の感銘を被りこの清言の港まで越こしころは目に見るもの、耳に聞くもの、一つとして新たならぬはなく筆に任せて書き記しする紀行文日ごとに行く宣言を悲しけん当時の新聞に載せられて の今日になりて思えば幼き思想身の程知らぬ方言さらぬも世の常の同色近跡さては風俗などをさえ珍しげに知るししを心ある人はいかにか見けぬこたびは道に登りしとき にきものせむとてかいし殺しもまだ白紙のままなるはドイツにて物学びせしまに一種のにるアドミラリーのょうをや養えたりけむあらずこれには別にゆえありげにひんがしに帰る今のわれは西に高世か昔のわれならず 学問こそなお心に飽きたらぬところも多かれ浮世の浮伏をも知りたり人の心の頼みがたきは言うもさらなり我と我が心さえ変わりやすきをも悟り得たり昨日の是は今日の日なる我が瞬間の感触を筆に移して誰にか見せん これやのならぬ縁なる「あらずこれには別にゆえあり」「ああブリンジーシーの港をいでてよりはや20日余りを経ぬ世の常ならば青年の客にさえ交わりを結びて旅のうさを慰め合うが後悔の習いなるに」 美容にことよせて部屋のうちにのみこもりて同行の人々にも物言うことの少なきは人知らぬ恨みに頭のみ悩ましたればなりこの恨みははじめ一松の雲のごとく我が心をかすめてスイスの三色をも見せず イタリアの戸籍にも心をとどめさせず中頃は世をいとい身をはかなみて腹渡日ごとに休暇すとも言うべき三通を我に負わせ今は心の奥に凝り固まりて一点の影とのみ成りたれどみ読むごとに物見るごとに鏡に映る影 声に応ずる響きのごとかぎりなき階級の情を呼び起こして幾度となく我が心を苦しむああいかにしてかこの恨みを称せんもしほかの恨みなりせば死に鋭じ歌に読める後は心地すがすがしくもなりなむこれのみは あまりに深く我が心に掘りつけられたればさはあらじと思えど今宵は辺りに人もなしボードの着て電気栓の鍵をひねるにはなおほどもあるべければいでその外略を踏みにつづりてみみ余は幼き頃より厳しき庭の教えを受けし飼いに。 父おば早く失いつれど学問のすさみを問うることなく旧藩の学館にありし日も東京に入れて予備校に通いし時も大学法学部に入りし後も太田豊太郎という名はいつも一級の初めに記されたりしに独り子の我を力になして 柔を渡る母の心は慰みけらし19の年には学士の賞を受けて大学の立ってよりその頃までにまたなき名誉なりと人にも言われ何合師に出資して故郷なる母を都に呼び迎え楽しき年を送ること見とせばかり艦長の覚え 異なりしかば要綱して一家の事務を取り調べおとの命を受けわが名をなさむも我が家をおこさむも今ぞと思う心の勇み立ちて五十を超えし母にわかるるをも様で悲しとは思わずはるばると家を離れてベルリンの都に来ぬ。 世はもこたる巧明の念と謙速に慣れたる勉強力とを持ちてたちまちこのヨーロッパの身体との中央に立てり「何らの交際ぞ我が目を忌むとするわ」「何らの識択ぞ我が心を迷わさむとするわ」「菩提樹かと訳する時は優勢なる境になるべく思わるれろ」 この大道、神のごとき雲てる伝林伝に来て両辺なる石畳の神道をゆく組み組の子女を見よ。胸張り肩そびえ立る士官のまだイルヘルム一世の町に望めるにより玉を転なりければさまざまの色に飾りなしたる礼装なしたる 顔よき乙女のパリーまねびの装いしたる彼もこれも目を驚かさぬはなきに車道のチャンの上を音も背で走るいろいろの馬車雲に声えゆる老格の少し途切れたるところには晴れたる空に夕立の音を聞かせてみなぎりをつる 付近の水、遠く望めばブランデンブルク門を隔てて緑樹枝を差し交わしたる中より斑点に浮かび入たる凱旋塔の真女の像このあまたの形物黙章の間に集まりたれば初めてここに腰ものの応接にいとまなきもうべなり されど我が胸にはたといいかなる境に遊びてもあだなる美観に心をば動かさじの誓いありて常に我を襲う外物を遮りとどめたりき夜が鈴縄を引き鳴らして越を通じ公の紹介状を言い出して到来の意を告げし プロシアの会員は皆快く世を迎え公使館よりの手続きだにことなく住みたらましかば何事にもあれ教えもし伝えもせむと訳しき喜ばしきは我がふるさとにてドイツフランスの語を学びし異なり彼らは初めて世を見しときいずくにて 「いつの間にかくは学びえつるととわぬことなかりき」「さて漢字の糸まあるごとにかねて公の京馬得たりければところの大学に入りて政治学を治めむと名を菩薩に知るさせつ」「ひと月ふた月と過ごすほどに公の打ち合わせもすみて取り調べも次第にはかどりゆけば」 急ぐことをば報告書に作りて送りさらぬおば移しとどめてついには幾巻を悲しけん大学の方にては若き心に思いはかりしがごとく政治家になるべき特化のある病もあらずこれか彼か,かと心迷いながらも 二三の放火の公演に連なることに思い定めて借金を納め行きて聞きつ。かくて見とせばかりは夢のごとくに立ちしが時くれば包みても包みがたきは人の交渉なるらん。要は父の遺言を守り母の教えに従い人の振動なりなど ホムルがうれしさに怠らず学びしときより艦長の良き働き手を得たりと励ますが喜ばしさにたゆみなく務めし時までただ初動的機械的の人物になりて自ら悟らざりしが今25歳になりてすでに久しく この自由なる大学の風に当たりたればにや心の中何となく穏やかならず奥深く潜みたりしまことの我はようよう表に現れて昨日までの我ならぬ我をせむるに似たり要は我が身の今の世に有非すべき政治家になるにもよろしからず。 またよく法典をそらんじてごくを断ずる法律家になるにもふさわしからざるを悟りたりと思い余はひそかに思うよう我が母はよを生きたる辞書となさんとし我が官長はよを生きたる法律となさんとやし試ん、辞書たらむはなおこらうべけれど 法律たらんは忍ぶべからず、今まではささたる問題にも極めて丁寧に依頼しつる余がこのごろより官長に帰する書にはしきりに法制の細黙にかかずらうべきにあらぬを論じてひとたび法の精神をだに得たらんには噴ん,んたる万事は 「貯蓄のごとくなるべし」などと公言しつ。また大学にては放課の講演をよそにして歴史文学に心を寄せようやく書を噛む境に入りぬ艦長はもと心のままに用いるべき機会をこそ作らんとしたり蹴め独立の思想を抱きて人並ならぬ おももちしたる男をいかでか喜ぶべき危うきは世が当時の地位なりけりされどこれのみにてはなお我が地位を覆すに足らざり剣を日頃ベルリンの留学生のうちにてある勢力ある一群れと世との間に面白からぬ関係ありて かの人々は世を採にしまたついに世を惨慕するに至りされどこれとてもそれゆえなくてやわかの人々は世が共にビールの灰をもあげず玉突きの窮をも取らぬをかたくななる心と欲を制する力とにきしてかつはあざけりかつは妬みたりけん されど子は世を知らねばなり、ああこの故よしは我が身だに知らざりしをいかでか人に知らるべき我が心はかの眠という木の葉に持って物さやれば縮みて叫んとす我が心は処女に似たりよが幼き頃より長者の教えを守りて 学びの道をたどりしも使えの道を歩みしも皆勇気ありてよくしたるにあらず退任勉強の力と見えしも皆自ら欺き人をさえ欺きつるにて人のたどらせたる道をただ一筋にたどりしのみよそに心の乱れざりしは外物を捨てて 帰り見ぬほどの勇気ありしにあらずただ外物に恐れて自ら我が手足を爆せしのみ故郷を立ちずる前にも我がいの人物なることを疑わずまた我が心のよくたえんことをも深く信じたりきああ彼も一時 船の横浜を離れるまではあっぱれ高潔と思いしみもせきあえぬ涙に主菌をぬらしつる我ながら怪しと思いしがこれぞなかなかに我が本性なりけるこの心は生まれながらにやありけんまた早く父を失いて母の手に育てられしによりてや障じけん かの人々のあざけるはさることなり、されど妬むは愚かならずや、この弱く不憫なる心を、赤く白く表を塗りて、格然たる色の衣をまとい、カフェに座して客を引く女を見ては、ゆきてこれにつかん勇気なく、高き棒を抱き、頑強に、 鼻を挟ませて「プロシアにては貴族めきたるビヨンにて物言う」「レーベマンを見ては行きてこれと遊ばん勇気なし」「これらの勇気なければかの活発なる同郷の人々と交わらんようもなし」「この交際のうときがためにかの人々はただよをあざけり世を妬むのみならで」 また世を詐にすることとなりぬこれぞ世が冤罪を身に置いて暫時の間に無料の観難をけみし尽くす仲立ちなりけるある日の夕暮れなりしが世は十円をまん歩して運テルデン林伝を過ぎ我が門美集外の凶挙に帰らんと クロステル港のの前に来要はかのともし火の海を渡りきてこの狭く薄暗き麹に入り籠城の叔母島に干したる敷譜肌着などまだ取り入れぬ人家ほひげ長きユダヤ教徒の翁が古膳にたたずみたる居酒屋一つのはしごは直ちに 高殿に達しほかのはしごは穴ら住まいの火事が家に通じたる貸子屋などに向かいて王子の形に引き込みて建てられたるこの三百年前の遺跡を望むごとに心の甲骨となりてしばしたたずみしこと幾度なるを知らず今このところをすぎんとする時 閉ざしたる文の扉によりて、声を飲みつつ泣く一人の乙女あるを見たり年は十六七なるべしかむりし切れを漏れたる髪の色は薄き黄金色にて来たる衣は暁き汚れたりとも見えず我足音に驚かされて顧みたる表世に 詩人の筆なければこれを写すべくもあらずこの青く清らにて物問いたげに憂いを含める真みの半ば露を宿せる長きまつげに覆われたるは何故に一個したるのみにて用心深き我が心の底までは徹したるか彼ははからぬ深き嘆きにあいて 前後を顧みるいとまなくここに立ちて泣くにや我が臆病なる心は怜敏の情に打ち勝たれて世は覚えずそばに寄りなぜに泣きたまうかところに敬いなきよそ人は帰りて力を貸しやすきこともあらんと言いかけたるが我ながら我が大胆なるに呆れたり 彼は驚きて我が気なる表を打ち守り死が我が新卒なる心や色に現れた利権「君はよき人なり」と見彼のごとく無獄はあらじまた我が母のごとくしばし枯れたる涙の泉はまたあふれて愛らしき頬を流れおつ。 我を救いたまえ君我が恥なき人とならんを母は我が彼の言葉に従わねばとて我を打ちき父は死にたり明日はホームラではわぬに家に一線の蓄えだになしあとは桔梗の声のみ我が愛子は このうつむきたる少女のふるううなじにのみ注がれたり「君がやに送りゆかんにまず心を静めたまえ声をな人に聞かせたまいそここは往来なるに」彼は物語するうちに覚えず我が肩によりしがこの時ふと頭をもたげ また初めて我を見たるがごとく恥じて我がそばを飛びのきつ人の見るが卑しさに早足に行く少女の後につきて寺の筋向かいなる大戸をいればかけ損じたる石のはしごありこれを登りて四回目に腰を下りて潜るべきほどのとあり。 少女はびたる針金の先をねじ曲げたるに手をかけて強く引きしに中にはしわがれたるオーナーの声して「たぞ」と問う「エリス帰りぬ」とこたうる間もなく「遠を荒ら,らかに引き明けしは半ばしらみたる神悪しきそうにはあらねど貧苦の跡をぬかに陰せし表のオーナーにて。 古き住面の衣を着汚れたる上靴を履きたりエリスの世に会釈し,して入るを彼は待ちかねしごとくと激しく立て切りつ世はしばしぼう然として立ちたりしがふとランプの光に透かして戸を見ればエルンストワイゲルトとうるしもてかき したにとり「これすぎぬ」という少女が父の名なるべしうちには言い争うごと聞こえ聞こえしがまた静かになりて「とは再び飽きぬ」「先のオーナーは陰々におのが無礼の振る舞いせしをわびてよう迎え入れつ」「とのうちはクリアにて」 めての低き窓に真っ白に洗いたる麻布をかけたりゆんでには粗末に積み上げたるレンガのかまどあり正面の一室の戸は半ば開きたるがうちには白布を覆える節戸あり節たるは亡き人なるべしかまどのそばなる戸を開きて世を導きつ。 このところはいわゆるマンサルドの町に面したる人もなれば天井もなし墨の屋根裏より窓に向かいて斜めに下がれる梁を紙にて張りたる下のたたば頭の使うべきところに合唱あり中央なる机には美しき鴨をかけて上には書物 12巻と写真集とを並べ陶平にはここに似合わしからぬあたいき花束を生けたり祖が傍らに少女は恥を帯びて立てり彼は優れて美なり地の如き色の顔は当家に鋭じて薄暮れないのさしたり手足のか細くなるは のおみなににオーナーの部屋をいれしあとにて少女は少しなまりたる言葉にて言う許したまえ君をここまで導きし心なさを君は良き人なるべし我をばよも憎みたまわじ明日に迫るは父の法理頼みに思いしシャンベルヒ君は 彼はビクトリア座の座頭なり彼が抱えとなりしよりはやふたとせなればことなく我らを助けんと思いしに人の憂いにつけこみて身勝手なる言いかけせんとは我を救いたまえ君金おば薄木給金を裂きて回しまいらせん」。 よしや我が身は喰らわずともそれもならば母の言葉に彼は涙ぐみて身を震わせたりその見上げたるまみには人にいなとは言わせぬ美体ありこの真みの働きは知りてするにやまた自らは知らぬにや我が学しには二三ルくの銀貨あれど 「それにてたるべくもあらねば世は時計を外して机の上に置きぬ」「これにて一時の急をしのぎたまえ質屋の使いの門美集外三番地にて太田と尋ねこん折には値を取らすべきに」「少女は驚き勘瀬士様見えて世が別れのためにいだしたる手を 唇にあてたるがハラハラとおつる熱きなんだを我が手のそびらに注ぎつ「ああ何らの悪んぞこの恩を斜せんとて自ら我が凶挙に腰し少女はショーペン・ハウエルを右にしシルレルを左にしてひねもす骨座する我が読書のに一輪の名家を咲かせてけり」。 こめと少女との交わりようやく茂くなりもてゆきて同郷人にさえ知らねぬれば彼らは測量にも世をもて色を舞姫の群れに漁するものとしたり我ら二人の間にはまだ違いなる陥落のみ存したりしようその名をささんははばかりあれど 同人の中に事を好む人ありて余がしばしば芝居に出入りして女優と交うるということを艦長のもとに報じつさらぬだに余がすこぶる学問の岐路に走るを知りて憎みを思い師艦長はついに胸を公使館に伝えて我が艦を免じ我が職を説いたり。 公子がこの命を伝うる時世にいいしは「御身もし即時に京に帰らば路洋を窮すべけれどもしなおここにあらんには公の成馬仰ぐべからずとのことなりき」「世は一周日の猶予をこいてとやこうと思いわずううち 我が生涯にて最も悲痛を覚えさせたる二通の書状に接しぬこの二通はほとんど同時にいだしし者なれど一は母の自出一は親族なる何がしが母の死を我が待たなくした母,母の死を報じたる文なりき要は母の所中の言をここに 反復するにこらえず涙の迫り来て筆の運びを妨げればなり与党エリスとの交際はこの時まではよそめに見るより清白なりき彼は父の貧しきがために十分なる教育を受けず十五の時前の死の募りに応じて この恥ずかしき技を教えられ、クルズス果てて後ヴィクトリア座に入れて今は城中第二の地位を占めたりされど詩人ハツクレンデルが当時の奴隷といい仕事くはなきは舞姫の身の上なり臼樹給金にてつながれ昼の恩衆 夜の舞台と厳しく使われ芝居の化粧部屋に入りてこそ興奮をも装い美しき衣をもまとえ場外にては独り身の衣食も足らずかつなれば親腹からを養う者はその真空いかにぞやされば彼らの仲間にて癒しき限りなる豪に落ちぬはまれなりとぞ言うなる。 エリスがコレオリ氏はおとなしき性質と豪気ある父の仕事によりてなり彼は幼き時より物を読む言葉さすがに好みしかど手に入るは卑しきコルポタージュと唱うる歌詞本屋の小説のみなりしを世と愛知る頃より世が貸しつる書を読み習いてようやく趣味をも知り 言葉のりをもただし幾ほどもなく世によする文にも誤り字少なくなりぬかかればよら二人の間にはまず私邸の交わりを生じたるなりき我が富士の面寛を聞きし時に彼は色を失いつ要は彼が身のことに関わりしを包み隠しぬれど 彼は世に向かえて母にはこれを秘めたまえといいぬ。子は母の世が学士を失い死を知りて世をうとん禅を恐れてなり「ああ詳しくここに移さんもようなけれど世が彼をめずる心のにわかに強くなりてついに離れがたき仲となりしはこの折なりき」。 我が一心の大事は前に横たわりてまことに気急存亡の時なるにこの行いありしを怪しみまたそしる人もあるべけれどよがエリスを愛する情は初めて愛まみえし時より浅くはあらぬに今我咲く気をわれみまた別離を悲しみて不死沈みたる表に 瓶の毛の溶けてかかりたるその美しきいじらしき姿は世が悲痛感慨の刺激によりて常ならず成りたる脳髄をいて甲骨の間にここに及びしをいかにせむ公私に約せし日も近づき我が命は迫りぬこのままにて豪に帰らば 学ならずしてお命を置いたる身の浮かぶせあらじさればとてとどまらんには学士をうべき手だてなしこの時ようた助けしは今我が同行の一人なる相沢健吉なり彼は東京にありてすでに天方博の秘書官たり氏が。 ヨガ面の報に出しを見て、某新聞紙の編集長にときてよう社の通信員となしベルリンにとどまりて政治学芸のことなどを報道せしむることとなしつ社の報酬は言うに足らぬほどなれど住みかを持つし昼気によく食べ物店をも変えたらんには。 かかすなる暮らしはつべし。はつべとかう思案するほどに心のまことを表してたすきの綱を我に投げかけしはエリスなりき彼はいかに母をう動かしけんよは彼ら親子の家に悲偶することとなりエリスと世とはいつよりとはなしにあるかなきかの収入を合わせて 浮ききが中にも楽しき月日を送りぬ。「朝の初れば彼は温衆に行きらぬ日には家にとどまりて要は清二以外の間口狭く奥行きのみ糸長き休息所に赴きあらゆる新聞を読み鉛筆取り入れてかれこれと材料を集む」。 この切り開きたる引き窓より光を取れる部屋にて定まりたる技なき若い人多くもあらぬ金を人に貸して己は遊び暮らす老人取引所の行の隙を盗みて足を休むる顕人どなどと肘を並べ霊なる石机の上にて忙しげに筆を走らせ 小女が持ってくるひ月のコーヒーのサムルをも帰り見ず飽きたる新聞の細長き板切れに挟みたるを幾色となくかけつらねたる片絵の壁に幾度となく行き来する日本人を知らぬ人は何とか見見また一時近くなるほどに温衆に行きたる日には帰り地によぎりて 世ともに店を立ち譲るこの常ならず軽き「症状の舞よも成し得つべき症状怪しみ見送る人もありしなるべし」「我が学問はすさみぬ屋根裏の一棟ほのかに燃えてエリスが劇場より帰りて椅子に寄りて縫い物などするそばの机にて」 世は新聞の原稿をかけり昔の法令条目の枯葉を地上に書き寄せしとはことさらにて今は活発発たる政界の運動文学美術に関わる新現象の批評などかれこれと結び合わせて力の及ばん限りビオルネよりはむしろ ハイネをを学びて死さまざまの文を作りし中にも引き続きてエルヘルム1世とフレデリック3世との放祖ありて神帝の即位ビスマルク公の身体遺憾などのことについては殊更につまびらかなる報告をなしきさればこのころよりは重しよりも忙しくして 多くもあらぬ蔵書をひもとき休業を尋ねることも堅く大学の席はまだ削られねど借金を収めることの堅ければただ一つにしたる公園だにゆきて聞くことはまれなりき我が学問はすさみぬされど世は別に一種の見識を弔直。きそういかにというに。 およそ民間学の流布したることは欧州諸国の間にてドイツにしくはなからん幾百種の新聞雑誌に参見する議論にはすこぶる交渉なる物多きをよはば通信員となりし日よりかつて大学に茂く通いしおり養い得たる一石の眼光をもて読み手はまた読み 移してはまた移すほどに、今まで一筋の道をのみ走りし知識は自ずから総括的になりて同郷の留学生などの大方は夢にも知らぬ境地に至りぬ彼らの仲間にはドイツ新聞の社説殴打によくはえ読まぬがあるに明治二十一年の冬は気にけり。 表町の人道にてこそ砂をも負け月をも震えクロステル街の辺りは突を寒下のところは見ゆめれど表の身は一面に凍りて朝に戸を開けば上小越し雀の落ちて死にたるも哀れなり部屋を温めかまどに火を焚きつけても壁の石を徹し 衣の綿をうがつ北ヨーロッパの寒さはなかなかに耐えがたかりエリスは23日前の夜舞台にてそっとおしつとて人に助けられて帰りきしがそれより心地足とて休み物食うごとに吐くをつわりというものならんと初めて心づきしは母なりき。 あ,あさらぬだにおぼつかなきわがみの行く末なるにもしまことなりせばいかにせまし今朝は日曜なれば家にあれど心は楽しからずエリスは床に伏すほどにはあらねど小さき鉄路のほとりに椅子差し寄せて言葉少なしこの時戸口に人の声してほどなく 宝中にありしエリスが母は郵便の書状を持てきて世に渡しつ見れば見覚えある相沢が手なるに郵便切手はプロシアのものにて化印にはベルリンとありいぶかりつつも開きて読めば富のことにてあらかじめ知らするにゆえなかりしが 呼べここに着せられし、甘方大臣につきて、我も来たり。白の何時を見まほしと、のたもうにとくこよ。何時が名誉を回復するも、この時にあるべきぞ。心のみ急がれて、用事をのみ言いやるとなり。読み終わりて傍然たる面持ちを見て、エリス言う。 故郷よりの文なりや悪しき頼りにてはよも彼は例の新聞社の報酬に関する書状と思いしならん「いな心になかけそ」「御身も名を知る相沢が大臣と共にここに来て我を呼ぶなり急ぐといえば今よりこそ」。 川行ひとり子を出しやる母もかくは心を用いじ「大臣にまみえもやせんと思えばならん」「エリスは病を務めて立ち上地盤を極めて白木を選び丁寧にしまい置きしゲーロックという二列ボタンの服を出して着せ襟飾りさえ余がために尋から結びつ」 これにて見苦しとは誰もえいわじ我鏡に向きて見たまえ何よえにかく不況なる面持ちを見せたもうか我ももろともにゆかまほしきを少し形を改めてい,いなかく衣を改めたもうを見ればなんとなく我が 豊太郎の君とは見えず、また少し考えてよしや風紀になりたもう日はありとも我をば見捨てたまわじ我が病は母ののたもうごとくならずとも何風紀世は微笑室、政治社会などに遺伝の望みは立ちしより幾と背負うかへぬるを 大臣は見たくもなし、ただ年久しく別れたりしともにこそ愛には行けエリスが母の予備士一頭ドロシュケは林家にきしる雪道を窓の下までこぬ夜は手袋をはめ少し汚れたる街灯を背において手をば通さず棒を取りてエリスに接吻して 高りつ。彼は凍れる窓を開け乱れし紙を作風に吹かせて余が乗りし車を見送りぬ余が車を降りしはカイゼルホークの入り口なり門舎に秘書官相沢が部屋の番号を解いて 久しく踏み慣れぬ大理石のはしごを登り中央の柱に「プリウスチュ」とおえるゾファーを据えつけ正面には鏡を立てたる全貌に入りぬ街灯をばここにて脱ぎ綿殿を伝えて部屋の前まで行きしが夜は少し地中したり同じく大学にありし日に 余が貧困の法政なるを激賞したる相沢が「今日はいかなる面持ちして出向かうらん。部屋に入りて相対して見れば形こそ急に比べれば超えてたくましくなりたれ」「依然たる快活の気象」「我執行をも様で意に返せざりきと見ゆ」「別語の情。 さいじょするにもいとまあらず、引かれて大臣にえし。いたくせられしは、どいつごにて、きせる。文書のきゅうをようするを、翻訳せよとのことなり。よが文書を受領して、大臣の部屋をいでしとき。相沢は、あとより生きて、よとひるげをともにせんといいね。食卓にては。 かれはおおくといてわれおおくこたえきかれがせいろはおおむねへいかつなりしにかんかさくきなるはわが身のうえなりければなりよがきょうおくをひらいてものがたりしふこうなるえつれきをききてかれはしばしばおどろきしがなかなかによをせめんとはせずかえりて 他の凡庸なる諸政杯を罵りきされど物語の終わりしとき彼は色を正して勇るようこの一段のことは元生まれながらなる弱き心より秀しなれば今更に言わんもかいなしとはいえ学識あり才能ある者がいつまでか一少女の情にかかづらいて 目的なななりわいをすべき。今は天方白もただドイツ語を利用せんの心のみなり己もまた白が当時の面勘の理由を知れるが故に強いてその精神を動かさんとはせず白が心中にて極秘者なりなんと思われんは法有に利なく己に損あればなり。 人を進むるはまずその能を示すにしかずこれを示して白の信用を求めよまたかの少女との関係はたとえ彼にまことありともたとえ上皇は深くなりぬとも人材を知りての故意にあらず慣習という一種の惰性より生じたる交わりなり意を決して立てと。 これそのことの概ねなりき「大洋に家事を失いし船人がはるかなる山を望むごときは相沢が世に示したる禅都の方針なりされどこの山はなお十務の間にありていつ雪き着かんもいな果たして行き着きぬとも我が中心に満足を与えんも定かならず」。 貧しきが中にも楽しきは今のなりわい捨てがたきはエリスが愛我が弱き心には思い定めんよしなかりしがしばらく友のことに従いてこの上演を立たんと訳しき要は守るところを失わじと思いて己に適する者には肯定すれども ともに対していなとはえ答えぬが常なり別れていずれば風表を打てり二重のガラス窓を厳しくさして大いなる灯路に火を焚きたるホテルの食堂をいでしなれば薄き街灯を通る午後四時の寒さはことさらに耐え難く肌へ 泡立つとともに世は心の中に一種の寒さを覚えき翻訳は一夜になし果てつカイゼルホークへ通うことはこれよりようやく刺激なりもてゆくほどに初めは白の言葉も用事のみなりしが後には近頃故郷にてありしことなどを挙げて世が意見を問い 檻に触れては道中にて人々の失策ありしことどもを告げて内笑いたまいきひとつばかり過ぎてある日白は突然我に迎えて「世は明日ロシアに迎いて出発すべし従いてくべきか」と問う。は数日間。 かの公務に暇なき相沢を見ざりしかばこの問いは不意によお脅かしついかでいに従わざらむ要は我が恥を表さんこの答えはいち早く決断していいしにあらず要は己が信じて頼む心を生じたる人に卒然物を問われたる時はとっさの勘その答えの範囲を よくもはからず直ちにうべなうことありさてうべなひしうえにてそのなしがたきに心づきても強いて当時の心虚なりしを覆い隠し退任してこれを実行することしばしばなりこの日は翻訳の城に旅費さえ添えて玉割りしを持て帰りて 翻訳のおばエリスに預けつ「これにてロシアより帰りこんまでの使えおばささえつべし」「彼は医者に見せしに常ならぬ身なりという」「貧血の差がなりしゆえいくつきか心塚でありけん」「座頭よりは休むことのあまりに久しければ席を抜きぬといいおこせつ」 まだひとつきばかりなるに、かく厳しきはゆえあればなるべし、旅立ちのことには痛く心を悩ますとも見えず、偽りなき我が心を熱く信じたれば。鉄路にては、遠くもあらぬ旅なれば、用意とてもなし、身に合わせて借りたる黒き礼服、新たに買い求めたる ご二三種の辞書などを昇華版に入れたるのみさすがに心細きことのみ多きいこの手ぇなればいでゆく後に残らんも物受かるべくまた停車場にて涙こぼしなどしたらんには後ろめたかるべければとて翌朝早くエリスをば母につけて 知る人がりりしやりつ。要は旅装を整えて倒査し鍵をば入り口に住む靴屋の主人に預けて入れぬ「露国行きにつきては何事をか除すべき我が絶人たる務めはたちまちに余を羅し去りて星雲の上に落としたり」。 ヨガ大臣の一行に従いてペーテルブルクにありし間によう、異形瀬氏はパリ絶頂の狂者を氷雪のうちに移したる王生の装飾殊更に王老の職をいくつともなく灯したるに幾星の勲章幾枝のエポレットが映写する光長るの匠を尽くしたる仮眠の日に 寒さを忘れて使う救助の扇のひらめきなどにてこの間フランス語を最も円滑に使うものは我なるがゆえに品種の間に終戦してことを弁ずる者もまた多くは世なりきこの間世はエリスを忘れざりきいな。 彼は日ごとに文を寄せしかば、ええ忘れざりき夜が立ちし日にはいつになく一人にてうかに向かわんことの心うさに知る人のもとにて夜に入るまで物語しつかるるを待ちて家に帰り直ちにいねつ次の明日目覚めしときはなお一人 後に残りしことを夢にはあらずやと思いぬおきいし子時の心細さかかる思いをばたつきににがみて今日の日の食なかりし折にもせざりきこれ彼が第一の書のあらましなりまたほどへてのふみはすこぶる思いせまりて 飽きたるごとくなりふみおばいなという字にて起こしたりいな。君を思う心の深き底いよば今ぞ知りぬる君はふるさとに頼もしきやからなしとのたまえばこの地によき世渡りのたつきあらばとどまりたまわぬことやはある」。 また我が相もてつなぎとどめではやまじそれもはで貧がしに帰りたまわんとならば親と共にゆかんはやすけれどかほどに大きい路舗をいづくよりかえんいかなる行をなしてもこの地にとどまりて君が世にいでたまわん日をこそまためと 常には思いしがしばしの旅とて立ち入ま玉石よりこの二十日ばかり別離の思はひにけにしげりゆくのみたもとを分かつはただ一瞬の苦言なりと重しは迷いなりけり我が身の常ならぬがようやくに知るくなれるそれさえあるに。 よしやいかなることありとも我をば有名な捨てた玉磯母とは痛く争いぬされど我が身の過ぎし頃にはにで思い定めたるを見て心折れぬ我が品がしにゆかん日には捨てっちん渡りの農家に遠き縁者あるに身を寄せんとぞいうなる。 書き送りたまいしごとく大臣の君に重く用いられたまわば我が路洋の鐘はともかくもなり難今はひたすら君がベルリンに帰りたまわん日を待つのみああ世はこの書を見て初めて我が地位を名詞しえたり恥ずかしきは我が にぶき心なり。世は我が身一つの身体につきてもまた我が身に関わらぬ人のことにつきても決断ありと自ら心に誇りしがこの決断は純教にのみありて逆境にはあらず我と人との関係を照らさんとする時は 頼胸中の鏡は曇りたり大臣はすでに我に厚しされど我が禁眼はただ己が尽くしたる食分をのみ見き世はこれに未来の棒をつなぐことには神も知るらん絶えて思い至らざりきされど今ここに心づきて 我が心はなお然たりしか先に友の勧めし時は大臣の信用は北上の鳥のごとくなりしが今はややこれを得たるかと思わるるに相沢がこのころの言葉の端に本国に帰りての地も共にかくてあらばしかじかといいしは。 大臣のたまの玉石をともながらもうじなれば命には告げざりしか今更思えば余が軽率にも彼に向かいてエリスとの関係を断たんといいしを早く大臣に告げやしけん。ああドイツに帰しじめに自ら我が本領を悟りきと思いて また機械的人物とはならずと近いしがこうは足をばくして放たれし鳥のしばし羽を動かして自由を得たりと誇りしにはあらずや足の糸は特にゆえなし先にこれを操りしは我が何が師匠の艦長にて今はこの糸 哀れ天方博の手中にありヨガ大臣の一行とともにベルリンに帰りしはあたかもこれ新年の明日なりき停車場に別れを告げて我が家を指して車を借りつここにては今も除夜に眠らず 元旦に眠るが習わしなれば万孔釈然たり寒さは強く路上の雪は両角ある氷片となりて晴れたる日に鋭じキラキラと輝けり車はクロステル街に曲がりて家の入口にとどまりぬこの時窓を開く音せしが車よりは見えず 予定にかばん持たせてはしごを登らんとするほどにエリスのはしごをかけ下りるにあいぬ』彼が一声叫びて我うなじを抱きしを見て予定はあきれたる面持ちにて何やらんひげのうちにていいしが聞こえず『よくぞ帰りきたまいし帰りきたまわずば』 「我が命は耐難を、我が心はこの時までも定まらず故郷を思う念と栄達を求むる心とは時として愛情をあっせんとせしがただこの一節な「帝界父中の思わざりて、要は彼を抱き彼の頭は我が肩に寄りて」。 彼が喜びのは「幾回か,か持ちてゆくべき」とドラのごとく叫びし漁堤はいち早く登りてはしごの上に立てり戸の外に出迎えしエリスが母に漁堤をねぎらい玉へと銀貨を渡してよは 手を取りて引くエリスに伴われ急ぎて部屋に入りぬ一別して世は驚きぬ机の上には白き木綿白きレースなどをうずたかく積み上げたればエリスは討ち見みつつこれを指さして「なんとか見たまうこの心構えを」と言いつつ 一つの木綿切れを取りあぐるを見れば無月なりき我が心の楽しさを思いたまえ生まれん子は君に似て黒き瞳親持ち足らんこの瞳ああ夢にのみみしは君が黒き瞳なり生まれたらん日には君が正しき心にて よもあだしなおば名乗らせたまわじ彼は頭を垂れたり幼しと笑いたまわんが寺に入らん日はいかにうれしからまし見上げたる目には涙満ちたり二三日の間は大臣をも旅の疲れやおわさんとてあえてとぶらわず 家にのみ小森織しが、ある日の夕暮れ使いして招かれぬ。生きてみれば待遇ことにめでたくロシア行きの老を問い慰めて後我と共に日無貸しに帰る心なきか君が学問こそ我が計り知るところならね語学のみにて世のようには足りなむ。 の「さまざまの敬類もやあらん」と相沢に問いしに「去ることなし」と聞きて「落ち至るとのたもう。その景色否むべくもあらず「穴やと思いしがさすがに相沢のことを偽りなりとも言いがたきにもし この手にしもすがらずば、本国をも失い名誉を引き返さん道をも立ち身はこの高泊たる欧州大との人の海にムラ殿下と思う年心頭をついて怒れりああ何らの特僧なき心ぞ承りはべりと答えたる。 黒金のぬかはありとも帰りてエリスに何とか言わんホテルをいでし時の我が心の桜んはたとえんに物なかりき要は道の東西をも分からず思いに沈みてゆくほどに行き合う馬車の予定に幾度か失せられ驚きて飛びのきつ しばらくしてふと辺りを見れば十円の傍らに入れたり倒るるごとくに道延の腰掛けに降りて厄がごとく熱し土にてうたるるごとく響く頭を東杯に持たせ死し,したるごとき様にて幾時をか過ごしけん劇式 寒さ骨に徹すと覚えてさめし時は世に入りて雪はしげく降り棒のひさし街灯の肩には一寸ばかりも積もりたりきもはや十一時を安ぎけんモハビットカルルガイよいの鉄道馬車の軌道も雪に埋もれ ブランデンブルゲルモンのほとりのガストは寂しき光を放ちたり立ち上がらんとするに足の凍えたれば両手にてさすりてようやく歩みうるほどにはなりぬ足の運びのはかどらねばクロステル街まで帰し時は半夜おや過ぎたりけんここまで帰し道をば いかかに歩みしか知らず、「1月上旬の夜なればウンテルデン・リンデンの種下砂典はなお人の出入り盛りにてにぎわしかりしならめど普通に覚えず我が脳中にはただ我は許すべからぬ罪人なりと思う心のみ,みち道みちたりき」。 4階の屋根裏にはエリスはまだ稲津とおぼしく敬然たる一世の日暗き空に透かせば明らかに見ゆるが降りしきる詐欺のごとき切片にたちまち覆われたちまちまた現れて風にもてあそばるるに似たり戸口に入りしより疲れを覚えて 身の節の痛みのの耐え難ければはうごとくにはしごを上りつ包中を過ぎ部屋の戸を開きて入りしに机に寄りてむつき抜いたりしエリスは振り返りてあっと叫びぬいかにかしたまいし御身の姿は驚きしもうべなりけり 創然として死人に等しき我が免職某おばいつの間にか失い髪はおどろと乱れて幾度か道にてつまずき倒れしことなれば衣は泥まじりの雪にれところどころは避けたれば世は答えんとすれど声入れず膝のしきりに おののかれて立つに耐えねば、椅子をつかまんとせしまでは覚えしがそのままに地に倒れぬ人事を知るほどに成しは数週の後なりき熱激しくて上ことのみいいしをエリスが年頃にみとるほどにある日相沢は訪ね来てよが かくしたる天末をつばらに知りて大臣には病のことのみ告げよきように繕いおきしなり世は初めて病床に自するエリスを見てその変わりたる姿に驚きぬ彼はこの数週のうちに痛く痩せて千葉尻し目はくぼみ灰色の頬は落ちたり。 相沢の助けにて日々のたつきには急せざりしがこの恩人は彼を精神的に殺ししなり後に聞けば彼は相沢に愛しとき世が相沢に与えし約束を聞きまたかのゆうべ大臣に聞こえ上げし一択を知りにわかに座より踊り上がり めんしょくさながら土のごとく我が豊太郎主書くまでに我をばあさむきたまいしかと叫びその場に倒れぬ相沢は母を呼びて共に助けてとこに座せしにしばらくしてさめし時は目は直視したるままにて 傍らの人をも見知らず我が名を呼びて痛く罵り髪をむしり布団を髪などしまたにわかに心づきたるようにて物を探り求めたり母の取り手あとうる物をばことごとく投げ打ちしが机の上なりし無月を与えたる時探りみて顔に しあて「涙を流して泣きぬ」「これよりは騒ぐことはなけれど精神の作用はほとんど全く排してその知なること赤子のごとくなりいに見せしに過激なる振動にて急に起こりしパラノイアという病になれば治愈の見込みなしという。 ダルドルドフの「天教員に入れむ」とせしに泣き叫びて聞かず後にはかの六月一つを身につけて幾度か出しては見見ては帰去すよが病床をば離れねどこれさえ心ありてにはあらずと見ゆ。ただ折々思い出したるように薬を薬よ、 といういのみ。「余が病は全く言えぬエリスが生ける束ねを抱きて血筋の涙を注ぎしはいくたびぞ大臣に従いて祈祷の戸に上りし時は相沢とはかりてエリスが母に。 かすかなるたつきを営むにたるほどの資本を与え哀れなる狂女の体内に残ししこの生まれむりのことをも頼み置きぬ「ああ相沢賢吉がごとき良友は世にまたえがたかるべしされど我脳裏に一点の彼を憎む心今日までも残れりけり」。